はいどうも、お茶です。じゃあ今日もシンでギルティやっていこうと思います。ちょっとこの時間大体って見つかんないっすね。格ゲーとやってみようかな。それもあれ、誰もランクもやってないこの時間帯。じゃあ急遽ジョギーに変えますか。ジョギーだったら多分17段とかはいるんじゃないかな、格上で検索して。いや今日シンで本当はやろうと思ったんですけどね、対戦相手いないんじゃ仕方ないから。これだったらいるでしょ。ほら、あれなんで22段いるんだ。この人ダメだ。この人ね、多分寝落ち勢なんですよね。前も何回か、あれいた。しかもめっちゃ秒で押してくれた。まあ、でも22段か。しかもポチョ終わったな。ポチョはねコンボわかんないんですよ。重量級、重量級のコンボがわかんない。終わったな。軽量級と重量級がね無理俺。あと単純にポチョ苦手。やべ、これレベル2。いけるね、大丈夫だ。ほい、いけ。お、当たる当たる。オッケー、いいね、当たる。これ爆、やってねえけど。あれ帰還しようと思った、ツバ帰還無理これ。読まれてる。飛べ。飛べなかった。こっちは割り込んでくんのか。ミスった。ハンマーホール。やべ、ぼーっとしてた。飛べ。あれなんでレベル2じゃないの。ほっ、やべ。トリシューラ対策されていく。ここは無理。当たった。デッドアングリオンやったね、絶対相手。生ポチョスか。この人あれか、 J ハイに。やべ、うわ対策されていく。バースト読むかな。 OK、 まだ生きる。 OK、 1ラウンド取っていく。でかいぞこれ。さあどうしよう、開幕コイン投げとくか。危ないな、ぶっとい選択肢見えた。ごめん、コンボあかんねえ。ステップ出なかった。直打したのに割り込めない。こう無理。危ねえ、ほぜきてきた。勝ちたがりですね。なんか曲もミスるな。こうこう、やべ、こう。 OK、 勝ってゆく。いやまさかね、勝てるとは思わなかった。しばらく見ないうちに随分とフォーマル。なんでこれでランク上がんないんだ。11段差も離れてんのにランク上がらんぞこれで。これさ、足払いが多段ヒットだから、あれかもしんないですね。ハンマーホール対策に足払いがいいかもしれない。足払いにコインとかきついでしょ、絶対。ここ。やべ。
もう一回コイン読みかな。やべ、あ、これダウン取れる。お、あれヒット確認できないか。オッケー、危ねえ、コイン0枚だが、ゲージがマックス。どっかで完成消し椿キャンとかも使っていきたいですね。おいしい。あー離れている。あ、やべ、あー、これレベル2になってなかったかな。ちょっと確認、レベル2、しっかりタッチピータイプ出るか。あ、やべ、ほっ、バックス狩りされていく。あー、これはうわ、酔った。この速さ、おら、この速さな。しっかり6回もうここで使う。ぶっ放せ、ぶっ放せ。なんかレベル1になってた。なんで結構これなんかミスト使った使ってないの判定がね厳しい気がする。あ、読まれていた。バックステ出なーい。うわ、冗談ミスト出なかった。うわー、デコピンチ。しっかりあれだよね、コインでバースト入ってくるよね。うわー、結構リバーサポチョバス出してくるね、バックステじゃない方。あー、やば。そうだな、やっぱ置き攻めでリバーサポチョバスを通してるのがまずいんで、ちょこちょこ中段ミストも混ぜていきますか。おそらくそれで。でもまあリスクそんなないよな。あれな、リターンがない。うわ、バックス出ないな。やべ、2敗でもいいのか。置き攻めポチョバスあれですね、2敗もあり。ここ、やべ、この近距離のスライス結構きついんだよね、避けんの。つながってね、ごまかされた。いやー、これほんとくら、これ当たったでしょ。はい、ですよね、当たったでしょって言いながら当たってないと思ってました。高すぎたか。きついなー。やっぱ22弾は無理、つかポチョムキンが俺無理。どのキャラ使ってもポチョムキンほんと嫌いなんだよな。結構ポチョムキンも癖あるキャラですよね。もう。まあ一生できたからいっか。うわぁ、投げ漏れだし。V2 出ねえし。読まれている、見てからではないよな。いやー、強いね、やっぱ。